X-34 はアメリカ合衆国のオービタルサイエンシズ社が開発していた最使用型宇宙を換気の技術試験機アメリカ航空宇宙局の発注によるものである2001年に開発が中止された1990年代後半に入ると NASA はスペースシャトルの後継となりより安全かつ経済的な軌道運搬手段を求めるようになった X-34 は低コストの軌道運搬手段の技術開発のために1996年から開発が開始された機体である。機体の開発はペガサスロケットの実績を有していたオービタルサイエンス社が受け負った。X-34A は無人のロケット機であり単水直尾翼を持つ。低翼配置、クリップドデルタの主翼があり、ストレーキを有している。 ロッキード L-1011 トライスター、スターゲイザーの胴体下部に搭載され、高度1万メートルから空中発進を行う計画であった。1機が装備されるロケットエンジンは液体酸素とケロシンを用いており、最大速度はマッハ8、到達高度は約80キロメートルを計画していた。悪天候時にも運用が可能で、2週間ごとの打ち上げが可能とすることも、 目標の一つであった。3機の製造が予定されていた。開発計画は1996年より開始されたが、1997年には予算問題により遅延が見られ、当初1998年に予定されていた初飛行は延期となった。1999年4月30日にエンジンを搭載しない構造モデルの1機目が完成し、6月29日には、 スターゲーザーに搭載されて飛行士適合試験を行った。しかし、技術的、予算的問題からエンジンを搭載した二期目以降が完成せず、最終的に費用対効果に合わないとして、2001年3月に開発は中止となった。また、ロケットエンジンを総発にした X-34B も計画されていたが、こちらも中止されている。ありがとうございます。